新潟市中央区のフルマチルフル広場で今日始まったのは、東京都で収穫された農水産物や加工品を販売する東京産食材フェアです。会場にはこちら島レモンや大きくて青々としたパパイヤなど、雪国新潟ではなかなか見られない食材が並んでいます。このほか伊豆諸島の特産品でもある魚の干物クサヤや、新宿周辺で古くから栽培されてきた内藤かぼちゃなど、およそ70品目が集結しました。このイベントは東京都の農林水産物の魅力を発信し、広く知ってもらうことで消費拡大につなげたいと去年始まったもので、会場は初日から多くの人でにぎわいました。草屋とか新潟あんまり食べないじゃないですか。それを、まあ、今日買えるっていうことで楽しみに来ました。やっぱり地域によって違うから、ね、このわさび漬けでお昼食べてみませんか。イベントを楽しみにしていたというこちらの女性は、生まれて育ったところは三宅島で。どうですか、こうラインナップ見て。懐かしいっていうかね、なかなか三宅島まで1年1回行けるか行けないかでしょ。だからこういう時にやっぱり皆さん一生懸命頑張って売ってくれてるから、じゃあ私たちもなんか貢献できればなぁなんて。故郷三宅島に思いを馳せ、思う存分買い物を楽しんでいました。東京にはですね、島を含めて豊かな自然があります。そこでは多種多様な農林水産物が生産されていますので、このフェアでぜひその東京の農林水産物を知っていただいて、気に入っていただいたものをお買いいただければな、見つけていただければなというふうに思っています。このイベントは今月18日までです。